疲れさんです。やってますか？やってますよ。こちらから検温して入ってください。検温、あ、ここですね。はい、了解です。虫出たよ。違うよ。虫出たよ。虫出たよ。ほんであと鉄のあのこの大きい玉さんを、はい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 、あれ結構鉄にしたりとか、まあ、あのステールみたいじゃなくてあのアルミみたいな、その上におかまをパーってのせて、どうですか？どうですか？もういらんかったら忘れてください。これね、私、椅子もういらんから会長にあげようと思って、柴山の山に。おお、すごい。はい、どうぞ。ピザを食べてくれるなら。ピザ美味しいですよ。ピザ美味しかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローも。手振ってくれた。すごい。豊岡演劇祭2020に来ております。ここはエバラですか？エバラです。エバラに来ております。芝山クラブは梨等々を出展しております。キュー出てたのに。頑張ってます。なし。マルゲリータピザだね。ホワイトソースにタイカレーピザもやってるよと。どこでやってる？どこでやってる？あっちの方で。あっち。奥の。あっち。了解。黄色い。ちょっとぐるっと回ってこようかな。お願いします。はい。思い玉で世界一つで思いを込めて、一つ手作りで作られてて、あの本当に細かくて可愛いんで、ぜひ買ってください。ありがとうございます。トンボ玉。カエルちゃんです。カエルちゃんのトンボ玉ね。芝山名物のカエルちゃんです。これ芝山名物ですか？はい、芝山名物になるんですよね。はい、いろんな種類ありますね。はい、いろんな種類があります。はい、めちゃめちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。かわいい。かわいいですよ。ありがとうございます。なるほど。はい、続きまして、はい、香水神の香りです。香水神の香り。はい、神の香り。神長をイメージして調香師の江畑さんが作ってくれました。調香師の方が、はい、願い事が叶います。何を願いましたか？何を願いましたか？神町のアマゾンになれますように。神町が神町がアマゾン。あ、なんか取れてる。あ、取れてる、はい、え、不良品です。たった今不良品になりましたみたいな。梨は昨日完売したんですか？梨昨日完売しました。今日持ってます。美濃布高原の20世紀梨です。20世紀梨、はい、そして版画、木版画はがき。めちゃめちゃ上手ですよ、やっぱり。すごい、はい、もう
削りです。削りです。ネギ玉というか、いや、絵で言うと、お腹ゆずみです。画伯です。画家です。芸術家の隊長です。妖怪専門です。いや、予備ないです。妖怪専門です。予備ないです。もう公園に出てるだけ。そうですね。金魚基本です。全然大丈夫なんで。あれ、ここにあったの。すみません。あんまり。斉藤さんいるんですか。斉藤さんはすごい。お、今日は違う女の子。今日は違う女の子でした。伊豆市コーヒー。じゃーん。伊豆市コーヒー。ありがとうございます。ちょっと流してる。高町です。高町。知ってます？高町。高町。あ、知ってる。高町ってどこですか。丹波市の隣。知らない。俺も知らなかった。失礼しました。上町の方。上町知ってますか。知ってます。ありがとうございます。すごい連携がすごいですね、地域おこし。この前研修で知り合ったばっかなんですけど。あ、そうですね。来てお願いって人手がまとまってますもんね。ありがとう。本来でも協力隊同士ってそんなに横のつながりない。そうですよね。ああいう研修の場ぐらいで。すごい。本当にあの場だけだし、研修自体は一緒に受けてないもん。そうですね。ご飯食べたぐらいの。こんにちは。ありがとうございます。お二つですね。800円でございます。あと編集しますね。ありがとうございます。もっと大事にされます。もうこのコロナの渦の中でオープンしました。ゴロッと変わったんです。めっちゃ取られてます。よく混ぜて飲んでくださいね。よく混ぜて、はい。じゃあ次ですね。何のことありますか。イエス。ピザだよ。ナンパしてきた。書いたみたいです。そうです。来てもらうみたいな。そうですね。こういうのも一応こういうことに関連するものでテーマにして書かれてて、でその、まあ、知ってもらうきっかけになったらみたいな感じです。なるほど。よかったら持って帰ってください。まずは知ってもらうことからですね。そうですね。すごい
ざけて答えちゃった。海潜ります。めっちゃ美味しそう。ほんのり辛いそうです。全然安いいいですか、この子で。はい、ありがとうございます。500円だよ、お前。アイスとか、お前。1000円で、ありがとうございます。500円で、買って帰っとこう。冷やして、風呂上がりに向いて食べよう。ありがとうございます。すいません、冗談ばかりしてます。ありがとう。でも、本当に美味しいと思います。いや、ちょっと美味しいと思います。うん、かすみなんで。あ、いいですか、ありがとうございます。もやもやが出てる。じゃあ500万円のお金。ありがとう。何でもない。はい、すいません。ありがとうございます。うん。はい、カンニング竹山さんと合流しました。違う。いつも切れてばっかりの人なんですけど、最近なかなか切れないんですよ。はい、なし。触るの。触るの。触るの。コーヒー美味しいです。うん、斉藤さんが絞り出すコーヒーはめちゃめちゃ美味しいです。美味しい。いただきましょう。すいません、2つ。ありがとうございます。このテントは自分らで。いや、貸し出しちゃいますか。あれさ、運営が良いですね。これですよね。これ売れないんですよ。これ売れないどころか何ですかと聞かれたことがある。演劇ブレーン。お疲れ様です。お疲れ様です。すごい。イエーイ。お越しくださいました。実は最初の方はスタッフでこっちにいたんです。あ、そうなんですか。私もいたんですけど、今日はちょっと入ってなくて。なんと今日は竹野の方にいました。あ、竹野。はい。竹野も同じようなこう演劇。あ、フリンジ。いや、今日はスーツなんですね。そうなんです、仕事帰りなんです。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。環境がすごすぎて。あ、そうなんですか。初めて会う人に、あ、あの山のみたいな言われるっていう。山登山してた人や。登山の人だ。あ、無事戻れましたんで、私よかったです。無事に。多分この
時に動画に多分この辺にその時の動画が差し込んであると思うんで。一週間前に更新なさってましたよね。三河さんですか。三河さん更新じゃん。見ました。ありがとうございます。そうなんだ。で多分この動画もアップされると思うんで、多分この辺かな。降りてきました。3時19分。あのヨタヨタ状態で意外と来れました。口元もヨタヨタ。イエーイ、トリップです。マッチョ元気な姿が映ってると思いますね。イエーイ、イエーイ。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。神ちゃんの香りです。すごい爽やか。爽やかになって。欲しい。はい、はい、高いです。高いです。2500円です。願い事を書く短冊が入ってて、この調光師さんは、ね、波動のことをされてて、願い事が叶う波動が転写してあるんですよ。怪しい商売怪しい商売してませんかね。怪しかったです。ありがとうございます。はい、2500万円です。ありがとうございます。お願いします。願い事を叶えようという気持ちを高めてくれる感じな。なんかその香りを作るっていうそのプロセスが願い事を叶えるっていうプロセスと似てるんですって。で、調香師さんは調香師さん曰く、こうイメージする。こんな香りを作るぞっていうのがこの願い事を叶えるぞっていうこのプロセスに似てる。っていう怪しいやつです。ありがとうございます。すごいクリスマスみたい。クリスマス。おじいちゃんだから。おじいちゃんだから。ちょっと一緒に出して。ありがとうございます。そしたらこちらは2650円で何本なる？ちょっと待って、何本なる？すごい2350円。正解。イエーイ、マッチョ。マッチョ。なんでマッチョ？わかんない。どこ行きはりました？今日お手伝いに。あ、私今日竹の手伝いで。竹の？フリンジの。はい。ピザいかがですか？フリンジ。イエーイ。イエーイ。今日も元気満点やで。満点。満点やで。満点やで。大人の紙芝居とかでもいい。大人の紙芝居。ここで披露したらいい。風天老人。めっちゃ変なやつ。なんか、まあ、これを見て谷崎思い出したんですけど、宗像思考って分かりますか？わざわざしんどいところにコースをつけた。お疲れ様でーす。ほんまに尾根スター、尾根からスタート。尾根スタート。どうでしたか？大成長。とりあえず落ち着いたんで。素晴らしいですね。彼女がいるとね、皆さんの滞在時間が長い。そうなんや。回転に出てる問題があるね。あ、そうなんですか。売り子側でおった方がいいんじゃん。そっか。すごい。ここがあるごとにそのやつが何もしようとする。あ、そうなんですね。ちょっと彼女見て、もう顔、目あったらすぐ現れるから逃げて。大人気じゃないですか。大人気ですよ。え、後ずさり。後ずさり。あと水しこに持っとかなくなった。お疲れ様です。
しくお願いします。また、はい、はい、また豊川にも遊びに来てください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。絶対言えない絶対言えない。